トロス。トロマス。トーマスじゃないでしょ。チョチェパブリチェンコでしょ。チョチェパブリチェンコでしょ。パブリチェンコチンコじゃないでしょ。というわけで今回の企画はですね、チョウちゃんをなんと髪の整形業者になってもらいます。イエーイ。この前はね、あのお客さん側だったんですけども、今回はもう業者側になってもらいます。ピザ食べたらショウちゃんが増えちゃう。そうなの。結構単細胞動物なんか。さては違う。はい、というわけで今からですね、積分サークルのね、僕の後輩たちを、まあ、ターゲットにして、ショウちゃんが架空請求業者のふりをして電話をかけてきたらどういう反応するのか、ドッキリというねことでございます。まあでもさすがにね、まあ、安定のね、リコのジュース美味しい。あ、そう、リコ例によってね、録音で、まあ、翔ちゃんの音声を録音して、それをまあ流すという感じでやってみたいと思います。はい、それじゃあ、Make it possible with 架空請求。架空請求。お金が足りないよ。この度は、この度は、お客様が、お客様ご利用した、ご利用した、空気の、空気の、料金が、料金が、未払いに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 、未払い、未払い。振り込めますか？振り込めます。ここまで大丈夫ですか？はい。このまま？このまま？滞納？滞納？しますか？しますか？どうしますか？どうしますか？どうするんですか？どうするんですか？それでいいんですか？いいんですよ。それでいいんですか？いいです。そうだよね。最低賃金下回ってんだよ、こっちは。でて。最低賃金。はい、というわけで、スンにね、電話をかけていきたいと思います。まあ、正直スンはですね、ドッキリにはめちゃくちゃ引っかかりやすいんで、ワンチャン気づかずにそのまま終えるんじゃないかなと思っているんですけれども、早速かけていきたいと思います。もしもし。もしもし。様でお間違いないでしょうか。あ、はい、はい、こちら。はい。の電話番号だっております。あ、いつもお世話になっております。私、株式会社 JN の相原と申します。はい。今回ですね、お客様の弊社のサービスのご利用代金が未払いになっておりまして、お電話させていただきました。はい。担当の者に代わりますので、このまましばらくお待ちください。お電話代わりました。私、春山引っ越しセンター青山と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。最近、リセスから暑くなってきて、超エモいですね。もう、エモい、エモい、まあ、エモい、エモいですね。はい。それはさておき、この度はお客様がご利用した空気の料金が未払いになっておりまして、お電話させていただきました。空気、まあ空気は利用してますけど、はい、そうですね。ちなみに、はい、そうですか、空気ですか、わかりました。現在ですね、お客様は大容量2万リットル切らす気持ち多めプランにご加入されておりまして。はい、それどんなパックの空気なんですか。弊社では、チーズの 78%、セーフ 6%、アルの 18% の空気を使用しています。酸素 6% って低い。すいません、酸素 6% がちょっとそれ厳しいんじゃないですか。結構大丈夫なんですか。使わないやろ。あと二酸化炭素ないと、ちょっと植物とか光合成できないと思うんですけど、そのことがどうなんですかね。もうちょい考えが遅いや。まあまあまあ、そうですね。まあまあ、そのパックの料金が未払いと。その料金が
現在2ヶ月分滞納になっておりまして、はい、合計全抜き87円になっております。87円、イエス、まあ、振り込めますか。でもその空気にお金を払うっていうのはこの日本ではあんまりちょっと聞かない話なんで、ちょっとそこらとかはちょっと今だに書いていない。それは不謹慎や。何事にも権利とかお金が生じるのは常でございますけども、空気にお金かけるというのは私ちょっと初耳でございましたので、お金くれる人大好き。はい、はい、はい、わかりました。はい、すでは、今からお聞きの味をお伝えしますので、お手元にメモを用意していただけますか。あ、はい、はい、はい、了解です。それでは、お伝えします。はい、サムラコーチの S。 サムラコーチの H。 ほう、 H の H。 H、お前んち、お化け屋敷。ど、うん、おですね、はい、おだね、オッケーオッケー。声 TV の T。 T Y カリウム Y Y Y。 この日、見た花の名前を僕は知らない。もう知らない、知らない、知らない。内容を変えたいっていう気はしますけどね。他に例えば、まあこちらとしても、まあ、消費者側ということで、まあそちらにプランの改善を求めるというのは当然の権利だとございますが、僕の要望としてはアルゴの部分をちょっと非正論に変えていただきたいと思いますけど。正論です。はいっす。こっちだってやってんじゃないんだよ。はい、はい、はい。母の、母なの、父の、母を捨てて、こっちだって忙しいんだよ。まあ、自分今ちょっとアパートの方に住んでるんで、そこの親ともちょっと一旦話をしないと。これはもう、自分一部屋の問題じゃないんで。決めるのはお前だ。人生の主人公に混ぜるのはお前しかいない。おお。人生は冒険やってことやな。それは禁止や。母の、母なの、父の。まあまあ、そうですね。今回ばかりはシャラシャラのようにしましょう。はいです。頑張れ、任そう。未来で待ってる。また会おう。どこの人。てててーいやーお前、幼稚園児相手によくもお連れしてくれたな、お前。いやー、それはもうこっちとら、お前本気でやってるんで。お前自分一人に問題じゃないや、あれ。空気87年、自分一人に問題じゃないよ、お前。いや、そこはちゃんと親案件、親案件、またはちょっとあの他の、ね、自分の隣の部屋に空気漏れした場合。ちょっとあの他のやつも不正利用してる可能性ある。そうなんで、ちょっとあと酸素 6% がちょっと薄いんで。確かに、そこ、そこなんですよ。